ック大阪で3月8日9日に開催される大阪アウトドアフェス14で、スバルブースではスバル XV のオプション装備車を展示した。展示されたスバル XV には屋根上に取り付けるシステムキャリアベースやサーフボードを乗せるサーフボードアタッチメントやトランクのカーボンネットなどが装備されており、スバル車の機動力やアウトドアで使用した場合の利便性、適性をアピールした。会場外の試乗コーナーではフォレスターによる急坂走行の体験試乗が行われた。急坂走行は慣れないと危険なので、スバルの社員が運転し来場者が同乗する。駐車場の特装車に設定した急坂地盤を試乗車はゆっくりと上り坂し、最上部で一旦停止した後にそのまま交代して急坂地盤から降りる。長さ20メートルほどの急坂地盤だが、約25度にも達する急坂走行はスリル満点で、スバル車の上り坂能力を見せつけた。この急坂走行の体験試乗は人気抜群で、当初50組の予定を70組に増やしたが、すぐに満員に。